ありがとうございます。じゃあこっち、レンガって知ってます？あの、こうやって上にこうやっていく、いくんですよ、こうやって。知らないですか？ジェンガっていうのはこうやって上に重ねていくんですよ、こうやって。え、一生上がってないですか、これ。それ崩れたら終わりなんですよ。そっか。いきますよ。出てきた。あ、これさん積み方間違ってませんが、全然取れないんですけど。ほら見て、全部動いちゃう。ここだな。出ました。行っちゃった。何これ見て。親に電話をして、いつもありがとうと言うだって。あ、いいね。あ、じゃあ、本当に？あの、その、ウサギの。これか。あ、これですか。いいじゃん、いいじゃん。本当ですか。本当ですね。これはもうしょうがないです。書けましたよ、本当に。いるかな。あ、薄手になっちゃった。ダメだ。どちらも大丈夫。そうか。左側の人と30秒間、あ、右側の右隣の人と30秒間無言で見つめ合う。よーい、スタート。近い。まだ？近い。恋愛とは何かを1分間語る。もうやー。恋愛とは、そうですね。まあ難しいんですけど、恋愛とは、恋愛とは、恋愛とはね、なんだろうな、何か。私にとっての恋愛は、もう嘘ですかね。はい、オッケー。はい、よくわかりました。よくわかりました。妄想効果で以上。いいな、それで。関西人風になんでやねんっていう。なんでやねん。はい、次。これね、取れるとこがないんですけど。一人選び、手を握り合う。何これ。あ、抜けた。左側の人の命令に従う。従ってください。なんか命令。次行ってます。自主的に。失礼について語る。はい。語れそうな、すごい語れ、今度は語れそうな感じ。いや、失礼もね、別にないもんだって。失礼、そうですね、失礼って。あるじゃん、一方的に、失礼。あのね、それね、憧れる程度の失礼でしょ。下品がての失礼は、そうですね、なんだろう。まあ、人生の経験ってとこですかね。まあ、そうですね。まあ、いろんなことを学びますよ。失恋とは皆さんもそうだと思います。以上。特技を披露する。白目。これで大丈夫かね、これテレビじゃできないけど、まあいいか。はい、こっちしていきます。全員にこれさ、普通永遠続くけど結構こうやって終わってくれるのも
すがですよ。これね、すごい楽しい。これ友達とやったら盛り上がりますよ。ね。待ってさ、普通のやつあって。見てほら。ちょっと待って。面白い体験についてあったんですよ。えぐいのもあんのかな。好きな異性のタイプ。あ、でもえぐいのあるよ、ほら。本当だ。合コンって、ね。正面の人にキスをするですよ。ああ、パーソナルキスについてるのある。ねえねえ、こういうのだったらするのかな、みんな。すんじゃん。マジで。あ、これは面白かったね。アメリカ人風にハッピーという。ハッピーって言うんじゃない。すごい、そうなの。すごいね。あ、ほら。異性一人だけにささやくとか。ああ。まだ公表してるから。でも自分、あ、まあ。ね、すごいですね。こういうのみんな合コンでやるんですよね、きっと。そうじゃん。すごいすごい。合コンしたことあります？見て見て、色っぽい声を披露。うん、ああ。はい。ダメだった、ミッキーにはダメだった。あはあはなの